帰りの新幹線の時間だってあんなよ。俺だったそんなの知りませんよ。どうか。さあサドンデスに入った1本目はどうでしょうか。これで決着がつくのかどうか。さあ今度は川端、川端食い込む、これです、これです、これだ、来てた、これで OK、 これが見たいんです。6-4川端、これならアドバンテージ持っていくでしょう。これでいいんでしょ、土屋さん。あの横にこれずっとついてる方が難しいんです。これは難しい、はい、6-4アドバンテージ、川端持っていきました。さあ今この両者がスタート地点に戻りました。入れ替えてサドンデスの2本目ということになります。川端雅人が前、そして斉藤大吾が後ろから追い上げる。先ほどはオーバーテイクドリルを見せた。さあ今度はどういうことになりますか。川端が見えてきてぴったりと斉藤大吾、とんでもない状態で2台が大クラッシュをしてしまいました。いやー、ここまで激しいクラッシュは初めてだ、ね、過去の D1 グランプリではありません。もう両者ギリギリのバトル、これはギリギリだね。さしここでちょっと戻っちゃったんですね。斉、ね、うん、藤大吾が戻っ て, 遠赤に乗って、この状態はもう飛び込み今182キロでしたからね、うん、ですからその後の170キロぐらいでそのまま、まだこれ逆側だったから、うん、川端良かった。そうだね、だ今のはやっぱりもう大吾にしても、はい、入ろうとしたら遠赤の上で、はい、ハイサイドみたいに起きちゃってるから。そうですね、完璧にハイサイド状態でしたもんね、まあ、うん、故意ではないにしてもね、はい、故意にプッシングしたわけではないです、うん、はい、あのだから我々もですね、車検でかなり厳しくですね、その安全面に関しましてもですね、うん、サイドバー含めた、そしてロールバー、ロールケージのですね取り付け方法まで含めて、うん、かなりうるさくずっとここ数年やってきまして、うん、しかし本当に、幸いにもですね、うん、大きなクラッシュは今までなかったんですよ。そうだね、はい、今まで D1 市場にないこの2台の凄まじいクラッシュシーンということになってしまいました。あ、川端、大丈夫ですね、意識の方は、ちゃんとあって受け答えはしていますが、ストレッチャーに乗せられてこれからメディカルルームの方に連れていかれるという状況になりました。で、おそらくこの後の戦いは川端はできませんけれども。